おはようございます。星みみです。今日は幼稚園のオンライン説明会に参加します。うちは共働きなので息子は基本的に保育園に預けることになるんですが、世の中には保育園機能を持った幼稚園っていうのが存在するんですね。で、そういう幼稚園の中にはものすごくしっかりと教育をしてくれたりとか、いろいろな経験をさせてくれるところがあるんですよ。ただそういうところはね、安くても子供一人当たり月10万円とかかかってしまうんですが、でも0歳から6歳の教育って大事だって言うじゃないですか。しかも私たち夫婦が共働きで平日に息子を習い事に連れて会ってあげられないことを考えると、まあそういう幼稚園に入れるのもいいのかなと思って、徐々に幼稚園の見学を始めました。息子が3歳になったらそういう幼稚園に通わせたいなって思ってるんですが、うちの息子はまだ1歳3ヶ月なんで、入園までにはまだ2年近くあります。じゃあなんでもう見学を始めているのかっていうと、友達から聞いた話によると、人気の園は1年以上前から募集枠がいっぱいになることがあるみたいなんですね。それでまあ早く動いておいて損はないかなと思って、先月から見学を始めました。で、そういう幼稚園にはいろんな種類があるんですが、私と夫の共通意見はというと、英語をしっかりとやってくれるような幼稚園だったらいいなというところです。で、英語に加えて知育とか運動とかもやってくれたらいいなっていう感じです。ただね、英語教育に関しては本当にいろんな意見があるんですよね。うちはお金の関係もあって、で、今のところ小学校は公立小学校で考えているんですが、幼稚園でだけで英語の勉強をしても全く意味がないっていう意見もあれば、幼稚園の間に英語の耳ができていれば、その後小学校は普通のところに行ったとしても、大人になって英語の勉強を始めたらすぐに聞き取れるようになるっていうような話もあるんですよ。だから本当にね、幼稚園にそんなにお金をかけるべきなのかっていうのはちょっと悩むところなんですが、あの時英語教育をしっかりとしている幼稚園に入れておけばよかったって後悔したくはないんで、ひとまず英語教育をしっかりとしてくれるような幼稚園に入れられたらなと思っています。ちなみに私たち夫婦が英語教育に力を入れたい理由なんですが、やっぱり世界を相手に仕事ができるってなるとすごく強いんですよね。ビジネスにおいても学問においても、英語ができるっていうだけで格段に世界が広がるんですよ。でもやっぱりね、普通に日本で育った日本人が英語を習得するのって結構大変で、結局私もね、大学受験の時に思いっきり勉強はしたけれど、それで英語が喋れるようになったかって言ったらそうではなくて、でいて夫はね、今英語を使って仕事をしているんですけど、やっぱり英語の習得に結構ね、苦戦しているみたいなんですよ。そういう私たち夫婦の経験から、息子にはできるだけ自然と英語が身につくような環境をね、与えてあげられたらなと思っていて、それでそういう幼稚園にね、行かせてあげられたらなと思っています。というわけで、今日はオンライン説明会に参加するんですが、今日で参加するのは2件目になります。1件目はちょうど1ヶ月ぐらい前に見学に行きました。で、その1件目のところがね、どんな感じだったかっていうのを軽くお伝えしておくと、そこはね、コロナの関係で親は1人だけにしてくださいって言われちゃったんでね、夫に言ってもらったんですが、夫曰くそこは基本的に園での生活はほぼ全て英語で行われているとのことでした。その結果、園内ですれ違った園児たちが普通に英語で会話していたらしくて、それがとても印象的だったとのことでした。で、英語だけじゃなくて、運動とか知育にも力を入れてくれてるみたいで、オプション料金を払うと水泳の授業とかもね、受けれるっていうことなので、習い事に連れていくような時間的余裕を持てない私たちにとってはすごくいいのかなと思いました。ただそこはね、幼保無償化で月3万7000円を補助金として出してもらったとしても、持ち出しで子供1人当たり月16万円ぐらいかかるみたいなんですね。なのでそれはさすがに高いので、ちょっとそこは引っかかっているポイントではあります。で、今日オンライン説明会に参加するところはどんな感じかというと、ホームページによると、英語教育も大切にしているけれど、知育だったり運動だったりを広く全体的に能力開発してくれるみたいな感じのところなんですね。1件目に見に行ったところが、もう英語教育にかなり力を入れていますよっていうのに対して、今日のところは英語と知育と運動全部に広く力を入れているみたいな感じなんですよ。
で、ね、口コミとか見ていると、まあそうやってね、いろんなことをやってくれる結果、全体的にかなり能力が高まる感じはあるみたいなんですが、英語がね、ちょっと中途半端らしくて、最低限の英語を聞き取る耳はできるみたいなんですけど、結局それじゃあんまり喋れるようにならないみたいなことを書かれてたりとかしてて、それはちょっとね、私たち夫婦の希望とは異なるなっていうのはあるんですが、そこは家から通いやすいっていうこともあってね、今日は説明会に参加してみることにしました。ではそろそろ説明会が始まります。本当は現地に行って説明会を受けたいところなんですが、コロナの関係でオンラインでの説明会が増えてるんですよね。ってことでリビングで家族みんなで説明会に参加しようと思います。結構いい感じでした。確かにね、口コミで見たみたいに子供たちは一日のほとんどを英語で過ごしているはずなのに、お昼休みとかは子供たち同士が日本語で喋っているような映像とかがあって、そこはね、ちょっと気になりました。でも、チークとか体操とか、あと音楽も平日にしっかりとやってくれるような感じがあるし、しかも値段も用法無償化で37,000円の補助が出た場合、実質持ち出しは月80,000円ぐらいで済むんでね、それもすごくいいなって思いました。で、うちは夫がね、海外転勤を希望していて、それでそのうちね、家族で海外に行きたいなって思ってるんですね。で、それだったらね、英語は日本にいるうちはほどほどにしておいて、その代わりそれ以外のチークとかを幼稚園でね、しっかりやってもらって、で、英語は海外に行ってから現地で身につけるっていうような感じでもいいんじゃないかっていうような考えになった感じでした。とりあえずあと何件か見て早めに希望の幼稚園を決めてしまいたいなと思っています。よくお子さんのお習い事はどうするつもりですかっていうご質問をいただくんですが、そんな感じでね、平日の間に幼稚園に全部お任せできればなと思っています。英語を中心に体操とかチークとか水泳とかを幼稚園でやってもらって、もしそこにね、何か追加でやりたいなって思ったら週末に1個ぐらい何か連れて行ってあげたらなっていうような感じです。友達とか見てるとね、週末に2個とか3個とか習い事に連れて行ってる子が結構いるんですが、私たち夫婦がね、結構そもそも体力に自信がなくて、週末にそんなに息子たちのために頑張れるのかっていう自信がないんでね、私たち夫婦は今日話したような感じで、教育に力を入れている幼稚園に入れるという選択肢を取りたいなと思っています。夫が本当に海外転勤をするのかとかがわからない状況下で、若干ね、決めにくいことはあるんですが、今後もね、あと何件か見て納得のいく結論を出せたらなと思っています。子供の教育って考え始めるとキリがないですね。ということで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。